はいどうも皆さん、ごきげんようセブンと申します。それではね、本日もヨッシークラフトワールド続きからやっていきたいと思います。さあ、シークレットランドが終わったのかな。これは、3種類のステージがあって、こちらが終わりました。さらに奥ですね、奥の奥、こちら、うー元気が出ない。50個アップ、ギリギリ持ってた、危ねえいや俺知らなかった、俺これ50個必要なの、30だと思ってた。この島のてっぺんに行きたいんだけど、スペシャルフラワー50個もらえないかな。よかった奇跡が起きました。よしよしよし、ギリギリ持ってたということでありがとうございます。これ足りなかったら元気が出てきたぞ。またねえ、ゲットする羽目になってたからね。さあでもこれでてっぺんに行けるんじゃないですか。どうすか、これぐらい行けただろう、別に元気なくても。やった、ついにてっぺんにたどり着いたぞ。ありがとう、ここからの眺めを一度見てみたかったんだ。じゃあそしたら、なんかもう絶対嫌じゃんもう絶対終わりじゃん。さあおそらく裏ボスかな、ボスか、それとも普通に激ムズステージかな。さあやっていきましょう。裏ボスって概念はあんまりないのか、そのこの手のゲームで。うん、どうなんだろう、ちょっとわからんな。マリオとか裏ボスいないもんね。あ、裏ボスだこれ何、ヨシーちゃん、私の隠れ家までよく来たね。こないだよくも坊ちゃんをあんな目に。お前らから仕掛けてきたよ、今度は私が直接やっつけてやりますぞ。あ、なるほど、クッパなし。おそらく子供が見れない。あれ、これなんか最初のボスじゃね。あ、違うな。あ、なんかでも姿違うけど、え、カメック。さあじゃあカメック戦やっていきましょう。倒し方もきっと一緒だが、地下ブロックだ、下が。ふざけるな、マジかよ。ちょっと待って、地下ブロックだる、やば、ちょっと待ってくれ、やばいやばいやばい。ん、しかもあれを吐き出さねえ。おい、あれがないとさ、うええええええ、待って、避け続けるのでいいのか。あの磁石があって初めて攻撃できるんじゃないのお前って。あぶね、今のこれ前間これか、あ卵、あん、卵をどうすんだこれ。磁石じゃなかったっけこいつ倒すのって、卵とかじゃなくて。ここか、違ったか。待て待て、いや待て待て、どのタイミングで攻撃すればいいのかがマジでわからん。やべやべ、ちょ、やべ、待って、クソ尻品なんだけど。あれ、倒し方忘れてるだけ俺が。ここか、あ今だ、よしよしよし、あぶね、で踏んで、んオッケー、あなんだ、あーなるほどね、なるほどなるほど、あオッケー、よしオッケー。なんでこんなのなかったけどね。ん？カメックがどこだ？おいカメックどこだよ。うん。あ、今だ。待って。よしよしよし。オッケー。おら！あれ、もうラスト？それは何？やばいやばいやば。え、激ヤバじゃんお前。あ、やっぱ殺されるんだ俺。え、ちょっとやばくねマジで。おい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 
おい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 、やべ、体力が。カメック、あ、いや終わったわいやちょ むずすぎる。もう一回です。いやでもね、あれだよ、倒し方が分かったから、どこでね卵がゲットできるかも。まだカットとかしない。オッケーオッケー。多分ね時間的にはそうかからないと思う。よしよしよし、オッケー。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。やっぱり倒し方が分かってればそこまで厳しい敵ではないと思っていたが、これきちい、これマジで無事。オッケー、よしよしよし、危ねえ、今はよく耐えた俺よし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 、よしよしよし。それなんか避けられないんですけど、よくわかんないけど、ちょっと待って、エイホーちゃん来た、エイホーちゃん、よし行け、よしよしよし、これで終わりだ。まだやら、え、なんだ、あ、どうやんだっけ、あ、オッケーオッケー、どうすんの、あ、オッケーオッケー、これは、あ、はいはいはい、オッケーオッケー、いってー、やべ、マジで、あ、痛い痛い痛い、おい、どうだ、倒れろ、おいおいおい、もう次食らったら、ま、多分負けだぞ(笑)いや納得がいかない、納得がいきません。いやでもまあ今のところまで飛ばします。 OK、 よし、体力1だが、これ回復するかな、ここの体力とは別じゃないんだ別じゃなかった。じゃあノーダメージでいくしかねえダメだ、ああ終わりなんだ俺は。もうもう一回、よし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 、おそらくノーダメージ判定のはず。おい、それをさどうやって防ぐかがよくわかんねえんだけど、あ、いけためちゃめちゃいけた、 なんでいけた今、あ、来た、くれなんだ、連打だためじゃねえ、連打、うわー、ちょっと待って、きちい、全部当てなきゃダメなんだこれ。そうすれば多分吹き飛んで、よし、あと1回、あと、いやマジで緊張するこれ、いやいやめちゃめちゃ頑張ってるって俺、え、頼む、はっ、あ、ダメだ俺。
いやむずすぎるこれ。おい俺このあと用事なんだよ。俺サクッと終わると思って、あーもうダメだ。パタパタヨッシー知ってますか？知ってるわ、うるせえな。よしちょっと待って、本当に本気出ろ。さあ来た。ジャンプはね多分そんなにしなくていい。よしよしよし、覚えげ。オッケーオッケー、最初はもう大丈夫。これ貯めて、よし、あっぶねえ。いやあれ失敗してたら俺が食らってんのかな、もしかして。いやなんだこれは、なんだよ。いや十分食らってるでしょうね、許してよ。よしよしよし、許された。いやマジでむずいこれ。よっしゃよし、ラスト多分まだあったらどうしよう。そしたらもう終わりなんだけど普通に。ああラスト、うわ大丈夫、いけるってことだから、あれがいけたってことは。よしよしいけた、よし、ああまだだ。およしよし、いけた。なんか真ん中しか来なかった。よしよしよし、オッケー。は？おっしゃ。はい、ロッキーズファイナル。はい、勝ち。何？びっくりした今。あの後ろの巨大ヨシにぶっ殺されるのかと思ったマジで。よかった、クリアした。むず、何これ。む、真のエンディング。お、真のエンディング説あるマジで。全コースクリア、おめでとう。すべてのコースをクリアしました、ありがとうございます。お、カメック、すごいレア来た。全コース対決カメックで、カメックコースでボスチャレンジが選べるようになりました。どういうこと？あー、いろんなボスと戦えるってことかな。ヨッシーってすごいね。ここから見てたけどすごい戦いだったね。見てたらお腹減っちゃったよ。何、どういうこと？は？マジかこいつ。いくつ？お腹ペ317個。残りすべてだろお前これ。はい。あげない。なるほどね。よし、じゃあね、今日はこの辺で、今日はってか、まあね、よし、クラフトワールドは、これで終わりとします。317個はごめんなさい、ちょっと、そこの先に何かあるかは、ご自身の目で、ぜひ確かめていただけるとね、嬉しいかと思います。まあ、裏ステージとかでももう出ないと思うんでね、さすがにこれで終わりだと思うので、なんか追加で、なんかお楽しみ要素みたいなのが増えるのかな。まあ、ちょっとちっちゃなお楽しみ要素が多分増えるんだと思います。よし、いやでも非常に楽しいゲームだったし、シークレットランドの難易度とかもね、まあとても子供向けとは思えないような狂気的な難易度でしたが、まあ、楽しめました。まあ大人にはちょうどいいのかな。まあ、僕みたいな横スクロールすげえやる人からしたらギリギリちょうどいいぐらいでした。楽しかったですね。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。他にもね、動画配信などやっているので、よかったらそちらの方もぜひ見ていってください。次やるゲームのね、リクエストなんかもねあれば、よかったらコメントにお書きください。それではまた、他の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。